母親が今の彼氏との結婚を反対しています。母親を取るか彼氏を取るか悩んでますが、どう思われますかという質問ですね。なるほど。そうですね、まず母親が彼氏との結婚を反対してるからといって結婚するかどうかは自分が決めることです。自分の人生なんで、これはむしろ母親を取るか彼氏を取るかじゃなくて、母親とちゃんと話した方がいいですよ。自分の人生だからと。だいたいこれ説得するときにダメな人って、お母さんを説得しようとするんですよ。ただ他人の心は変えられないの で唯一できることっていうのは、他人に自分の意見をちゃんと伝えることです。自分は自分の人生だから誰にも左右されずに、ね、この人と一緒に行きたいと思うと。その結果不利益を被ったとしても、それも私の人生だからと、自分で自由にやらせてほしいみたいな風にスパッと言った方がいいですよ。で、なんでかっていうと、人間ってやっぱ意思表示しないとね、なんだろう、こう他人からああだこうだ言われやすい人間になっちゃうんですよ。で、僕なんか支持されることなんかほとんどないんですけど、なんでかってことバシバシこう YouTube とかで言ってるから、僕に何か言っても無駄だろうなと思って、まあ、悲しいことに誰もですね、僕に意見してくれないんですけど、あんまりね、はい、あえて批判的な意見を求めたりとかすることもあるんですけど、やっぱね、言いたいことちゃんと言ってる人間の方が自分の力で人生を勝ち取れるので、まずは一番その物事が言いづらい親とかだと思うんですけど、それを練習台だと思ってもらって言いたいこと言った方がいいですよ。で、もしそれがダメだったら、ね、別に親としばらく距離を置いてもらってもいいと思います。一生付き合わないってことはないです。やっぱり親だっていつか介護が必要になったりとか、子供の助けが絶対必要になるの で逆に必要にならなかったら、それはそれでほっとけばいいわけだし、自分の人生を親のために犠牲にする必要ないですよ。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。